県の包括外部監査は、昨年度分については、県単独の補助金に関し、補助対象や手続きの適切性などについて監査が行われました。公表された報告書によりますと、本来補助対象とはならない消費税分も交付されているため、事業者に返還を求めるべきとする意見や、補助金返還に必要な書類の保管期間が多くの事業で短いことから、保管期間の長期化を求める意見などが盛り込まれました。県単独の補助金に関して監査が行われるのは初めてで、今回32件について指摘がありました。県はこの結果をもとに年末ごろに措置状況の一覧を公表することになります。